ましたのは八島西っ子育成会子ども調査です。私たちは西っ子育成会子ども調査です。秋祭りへの参加は今年で5年目になりました。1年生から6年生までが一緒になって調査を始めます。飾り付けのポイントは調査のような赤い屋根と金色の飾り付けです。今日はお揃いの金色と赤の発表をして一生懸命飾りますので皆さん応援してください。西っ子育成会子ども調査調査の拍手をお願いいたします。続いてご紹介するのは八島小学校の調査です。私たち八島小学校の子どもたちが八坂神社に調査獅子舞で参加するようになって今年で4年になります。今までは調査獅子舞を八坂神社の祭りに参加して見ているだけでしたが、一緒に参加して調査を続けたい、獅子舞をしたい、八島を元気にしたいという思いが強く子どもたちが八坂神社